皆さん、おはようございます。今日は5月13日水曜日です。突然ですが、坂東のぞみのインスタラジオ第1回 イエーイ はい、まあね、自粛生活が長々と続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？はい、私もね、まあその自粛生活始めた時は、なんか映画見たりとかね、ドラマ見てみたりとか、インプットの時間にすごく使ってたんですけど、まあ時間も伸びちゃったので、ちょっとこれからはアウトプットの時間にできたらなと思って、こんなのを始めてみました。ちょっとね、マイクなんかも用意しちゃったりしちゃってね、ちょっとだけ音が良くなるんですよ、多分ね。まあね、アウトプットするって何をしようかなと思った時に、朗読とかやるのがいいんじゃないかなと思ってて、で、私すごい E ガールズでもフラワーでも作詞家の小竹正人さんにすごくお世話になっていて、小竹さんが書く文章とかもう歌詞ももちろんですけど、すごく大好きなので、なんか読めるものありませんかってちょっと 急に連絡してしまったんですよね。そしたら、なんとこの本、じゃん、あの日、あの曲、あの人は、小竹さんのサイン入り。そう、この本をぜひ読んでもいいよと言ってくださって、もうすごい優しいですよね。急に私なんかが こんなのやりたいんですけどとか言ったら、快くいろんなことをやってくれる小竹さん、本当に私たちお世話になっていて、はい、この本はですね、もう平成29年なんで、ちょうど E ガールズが新体制になって11人になったなる前ぐらい、3月だから、リリースしたのは4月だから、なる前ぐらいのに発行された本ですね。なんかこの本を初めて読んで、なんか小竹さんにすごい、まあ自分もね、この本に出てきたりするんですけど、なんかね、ちょっとそんな風に自分がいるなんてすごく嬉しくなっちゃって、なんか感想文を送ったのを覚えてます。 はい。本当ね、で、それで、まあ小竹さんが今回ね、この本ぜひって言ってくださったので、久々に読んだんですよ。もうなんかすごい、なんて言うんだろう、本当に、まあ、他のグループの曲もそうなんですけど、まあ、自分たちのね、やっぱフラワーの曲がすごくやっぱ多いので、あ、こんなに、まあ、E-Girls も他にもすごくあるんですけど、こんなにこう小竹さんにお世話になってたんだと思って、もうなんかって、やっぱり全部ね、思い出深いし、まあ、カップリングとかもなんか書いてくれたりしてたんですけど、作詞家さんとこんなに密に接することってあまりないと思うんですね。だけど、すごい小竹さんにはデビュー当時から、人としてこうあるべき、なんか人としてとか、まあ、社会人になる上でとか、本当いろんな、なんかもう、なんだろうな、当たり前のことをすごく丁寧に教えてもらってたので、なんかこの本を読んだ時に、本当デビュー当時の自分の、それこそ13とかでデビューしてたので、若い頃の、感覚を、もっとこう引き出してくれたの。なんかこう見逃しがちなところを、こうもっともっと掘り下げて、こう自分が今感じていることとか思っていることをちゃんとこう向き合うみたいなことは、なんか小竹さんのこうすごく
考えさせられる文章とか、なんか送ってくれるメールとかなんですけど、メールとか それこそまあ自分たちの楽曲なんで、まあ、歌詞、新しい歌詞が送られてきて、あ、じゃあこういう曲自分に置き換えたらとか、こういう恋愛してる人とか、なんかそういうのをなんか文章にちゃんと、なんだろうな、文章を深く掘り下げるようになったのは多分きっと小竹さんのおかげなんじゃないかなってすごく思いました。なんか若い頃にこんなに素敵な人になとコミュニケーションを取れてたのってすごく財産だなって私は思いました。はい、まあ、そんなこの本なんですけど、まあね、曲が最初に、まあ、構成としては曲の歌詞が書いてあって、その後に小竹さん の、あのその曲への思いとか、その曲のエピソードとかが書いてるんですけど、いやすごい面白いんですよね。本当久しぶりに全部読んで、なんかやっぱE-Girls メンバーとかフラワーメンバーとか、まあ、いろんな子たち、いろんな Easy Family メンバーも出てたり、あとは他のグループの、人とかも出てたり、なんかすごいあ、こんな一面あるんだとか、あ、確かに言ってそうみたいなのとか、すごいいろいろ発見できて、すごい私もなんかまた楽しめたって、クスクス笑いながら見ちゃったなっていう、まあ、たまにね、すごいなんかすごい考えさせられるようなとか、ハッとするような文章もね、もちろん書いてるんですけど、今回はこの曲とエッセイをまあちょっと読みながらお話できたらなと思っています。ちょっとね、で今回第1回目の楽曲はですね、 E-Girls の好きですか好きですかをみんなに聞いてもらおうかな。はい、いきます。では聞いてください。 E-Girls で好きですか。好きですか、私を好きですか、限りなく朝に近い夜空は星が泣いてるみたいだから、あなたに会いたい、ねえ会いに来て、私を見てた出すだけなんですけど、皆さんに聞いていただきました。好きですかすごくいい曲ですよね。なんかさ、好きですかって、私を好きですかって、こんなねストレートに聞いちゃうんだみたいなすごい可愛い可愛い可愛いっていうか、なんか、まあ、当時の私はなんかすごくキュンキュン、なんかみんなでキュンキュンしながら聞いてた気がするまあちょっと私の話はさておきじゃあ小竹さんのね、エッセイ読んでみたいと思います。私は昔からいろんな人にしょっちゅう恋愛相談をされる。話しやすいからだろうか、老若男女問わず、なぜか赤裸々な相談を私にしてくる人が本当に多い。
どんなに一緒に過ごして、どんなに思いの存在確認をし合っていても、恋にはいつだって不安材料がたくさんあって、それだけ恋は魔物なのだと相談を受けながらそんなことを多々思う。そんな時は相手に私を好きと聞けばいいのだけど、それを聞けないのがまた不安な恋をしている人の特徴で、もどかしくてじれったい。だからこの好きですかの歌詞の主人公にはダイレクトに好きですかと言わせている。随分と昔からあった曲だったのですが、紆余曲折あって E-Girls の楽曲として発表されました。ドリーム静香さんと鷲尾玲奈さんの2人が歌ってくれていますが、2人とも声に絶対的な切なさと一途な優しさがこもっている。 E-Girls のライブで2人がこの曲を歌うと、ポカンと口を開けて見入ってしまいます。はい、こんな風に書いております。ねえ、なるほどね。でも小竹さんってなんか不思議な力みたいなのが絶対あると思うんですよね。なんか私も、まあ、恋愛相談というか、まあ、人生の相談みたいなのをたくさんしてきたし、なんかいっぱいなんかいっぱい嬉しい言葉とか、いっぱいいろんな声掛けをしてもらってた気がする。うん、なんか本当なんか相談したくなるっていうのはすごく私もわかりますね。なるほどね。不安な恋をしている人、不安な恋をしているなんてさそんな当の本人は気づいてないよねもうさ、確かになんか友達とかね、その相談してる時はいくらでも言えるのにね、いくらこういざこうその好きな人を目の前にすると、こうね、好きなのっていう、好きですかっていう、このシンプルな言葉ってなかなか言えなかったりしますよね。だから好きですかと言わせているって、なんかすごいいい、好きですかって言わせているって、すごく小竹さんっぽくって、すごくなんかわかんない小竹さんっぽいなと思って、すごく素敵だなって思いますでも本当に、まあ、当時ねこの曲がリリースされた時とかって E-Girls、 そのなんだろう、楽曲に合わせてこうパフォーマンスの形を変えてたと思うんですね。こうボーカルだったりパフォーマーのメンバーを変えたりとかしてて、まあ、この曲もその全員で歌ったりせずに、こう静香さんと玲奈さんが2人で歌ってるんですけど、やっぱりこう E-Girls って年齢の幅がすごく広かったので、こうなんだろう、まあ、年下組としては、まあ、静香さんと玲奈さんってすごい、まあ、自分よりも年上だったから、この曲をこうライブとかリリースイベントでやる時ってすごくなんか、なんだろう、急に大人な空気感になるんですよね。そうだから、いつもなんかすごいなんかわーみたいな、一視聴者としてみんなでライブとかの時は聞いてた気がする、うん、でしかもみんなね、E-Girls メンバーはライブの待機中っていうか、舞台袖にはけてきたりするとみんなね歌ってるんですよ、その今やってる曲とかをなんかでも好きですか、やっぱりみんなすごく浸りたいし、自分で好きなように歌いたい曲っていうのがあるのか、みんな結構歌ってるね本当になんかその大人っぽい2人の声の中にも、その好きですかっていう、そのなんだろう、シンプルでこうなんか素直な気持ちみたいなのがすごくギューってなりますよね。このさ、サビの前の両腕を伸ばして傘を作って濡れながらまっすぐに私は見てた、不意の優しさに息潜めてわがままな愛しさが溢れ出した、こうね、両腕を伸ばして傘を作ってってね、これね多分みんなで何回もやってた気がするねえ、そんなね、ライブ E-Girls あるあるとかもありますよねでも本当にこのエッセイのね最後に、まあ、その後ずっと好きですかをイメージしてさよならという曲を作詞したのですが、いつか3部作の最後としてもう1曲作詞して、大人の女の声を静香さんと玲奈さんに再び歌ってほしいって書いてるんですけど、ぜひ私も歌ってほしい今はねこう
静香さんはソロとして活躍してるし、レイナさんもソロとしてね動き始めてるから、なんかまたこう時を経てみんな大人にもなってきたし、いろんな経験してるから、なんかより素敵な歌声になってるし、気になる、どうなるんだろう、気になるいいですね、楽しいそんな感じで好きですかでした。すごいこの本本当に楽しいですよ。まあ今回ちょっと初めての回なので、ちょっとあたふたしてしまってちょっと熱いんですけどこんな感じでちょっと続けていけたらいいなと思います。何曲もあるしね、うん、この本本当面白いから、皆さん時間がある人もいると思うので、ぜひ読んでみてください、読んだ人もそれでは今日も一日皆さんお仕事頑張ってください。バイバーイ。